どうしました？結婚したのですから初夜があるのは当然でしょう。かしこまりました。では、あとは任せましたよ。は。初夜の儀式を行うつもりはありません。でも。なので安心してください。ノールの命令に背くことになるのに。先ほども言った通り、あなたの心身が弱まれば他の女性たちにも影響があります。それは我が主にとっても良くないでしょうから。でもどうやってごまかすの？動物の血を取ってきます。厨房へ行けば手に入りますので、夜のうちに手配しましょう。なるほど。ノール様は私が命令に背くとは思っていません。あなたさえ黙っていれば事実が明らかになることはない。口裏を合わせろって意味？はい。どうしてそこまでしてくれるの？エスター。
すべては我が主のため。それ以外に理由はありません。そう。あなたはもう眠った方がいい。え？その寝台を使ってください。私は仕事に出かけます。仕事？今から？はい。どうぞ。鍵？はい。どこの？この部屋の一つしかない鍵です。なのであなたが眠る前に鍵をかけておいてください。でも一つしかなかったらあなたが入れないじゃない。心配には及びません。朝まで帰ってこないの？それは分かりません。ならあなたが持って出かけた方がいいんじゃない？問題ありません。では行ってきます。いってらっしゃい。もしかして、
知れぬ。おはようございます。かけるの？はい、ノール様の政務が始まりますので。明け方に帰ってきたのでしょ？はい。ちゃんと眠った？心配いりません。大丈夫？ええ、心配いりません。具合が悪いのですか？あなたのおかげで体の調子は悪くないわ。私が心配しているのはあなたの方よ。私？昨夜はあの騒動で慌ただしかった上に仕事で眠れなかったのでしょ？私はあなたたち留守の女性をさらったナスラ国に身を置くものです。あなたが私を案じる必要があるとは思えません。確かにあなたは敵国の人間だけど、でもだからといって私のせいで疲れて倒れてもいいだなんて思わないわ。あなたを守るのは任務のうちでした。よってやはりあなたは罪悪感を感じる必要はない。
あなたの行動は予測不可能です。私からしてみればあなたの方が予測不可能よ。エスタ、少しだけ時間はある？はい、少しだけなら。じゃあ質問してもいいかしら。今後についてでしょうか？それもあるけど、今知りたいのはあなたに関すること。ダメかしら。それは答えてくれるの？私の情報を伝えることに必要性は感じませんが、あなたのこれまでの言動から推測するに、あなたには不必要なことを好んで知りたがる傾向がある。以上から、形式上とはいえあなたの伴侶となった私にはあなたに合わせる義務があると理解しました。まずは年齢ね。わかりません。わからない？物心ついた頃から数えるとおそらくは20代前半ではないかと思われます。そう。趣味は何？ありません。じゃあ好きな食べ物は？ありません。嫌いな食べ物とか？ありません。なら仲のいい友達を教えて。いません。エスタ、真面目に答えて。すべて真面目に答えていますが。こんな聞き方は失礼かもしれないけど、あなたはそれでいいの？何か問題がありますか？仕事、夜にも仕事をしているくらいだからきっと仕事が趣味みたいなもので。職務は私に与えられた当然の義務です。好き嫌いを考えたことはありません。そして今改めて考えてみましたが、やはり好きでも嫌いでもないようです。
達がいるともっと楽しくなると思うんだけど。友人がいなくても生存が可能なのになぜ作る必要があるのですか。そもそも楽しいという感覚が私には理解できません。